こんにちは、五十嵐新佳です。今回は福井市とのコラボ企画第2弾として千代田区と福井市のつながりをご紹介します。2024年春、金沢から駿河間で北陸新幹線が開通し、千代田区と福井はもっと近くなります。さらに話題の徳川家康公が千代田区と福井のつながりに深く関係しているんです。時は関ヶ原の戦いの後、戦の功績をたたえ、徳川家康公は次男の秀康に福井68万石を与え、秀康は初代福井藩の藩主となりました。そこで今回は福井藩にゆかりのあるスポットをご紹介します。まずは千代田区から。千代田区にはどんな福井とのつながりがあるのか、千代田区の歴史に詳しい学芸員の篠原さんと半蔵門付近で待ち合わせです。篠原さんは江戸時代を専門に千代田区内の歴史や文化を研究、展示や講座でその成果を公開しています。どうしてここで待ち合わせなんですか？はい、この辺りに江戸時代福井藩の上屋敷がありました。へえ、ここにあったんですね。はい、福井藩は江戸時代を通じて何度か屋敷地が変わっているんですけど、一番最初はこの辺りにあったんですね。そうなんですね。はい、上屋敷とは大名とその妻子が住んだ屋敷。福井藩主の上屋敷はここ麹町から辰野口、浜町、そして常盤橋と移っていきました。当時の屋敷がどんな感じだったか見てみたくないですか？見てみたいです。イメージできるものがあるので、はい、私の仕事場にまずご案内いたします。一体どんな屋敷だったのか、日比谷図書文化館にやってきました。すごく大きくて豪華な屏風がありますね。はい、こちら複製ではあるんですが、17世紀頃の江戸の町の風景を表した屏風です。先ほど見てきた麹町の屋敷が三の権現というふうに書かれている上のところなんですが、こちらが辰野口に移動した後、あのオレンジ色の屋根が見えますか？はいはい、あちらの屋敷です。上屋敷もお引越しをするんですね。はい、そうですね、幕府によって屋敷は与えられていたので、大名によってはたくさん引っ越しをしなくてはならない時もあったんですが、ちなみに当時の上屋敷は大名の家柄や価格によって決められていました。当時の資料青表紙には価格に応じて上屋敷の屋根の作りや規模、建築材料などが状況年間に決められたと書かれています。麹町から引っ越した先、辰野口にやってきました。こちらが福井藩の上屋敷があった辰野口というところです。ここにあの福井藩の3代目の藩主忠政の頃にあの拝領した上屋敷がありました。十分その当時とは景色が変わってるんでしょうね。そうですね。ただその時の屋敷もあの氷川葺きで、あの門の、あの作りも結構こう凝ったもので、とても豪華絢爛な様子だったというふうにあの言われています。こちらは忠政公の頃の上屋敷の再現 CG。 屋敷の正面にあるのは台所門、豪華な装飾があしらわれたこの屋敷の表門です。その隣にあるのが公方様専用の御成門。各大名はこの御成門の豪華さを競ったそうです。大広間はいくつかの座敷がつながった作りでした。奥の部屋の正面右手は上段の間、左手奥が上上段の間。忠政公はここで家臣たちに命を下していたのでしょう。続いて常盤橋の上屋敷跡地にやってきました。大手町プレイス前にやってきました。
ここにも昔上屋敷があったんですか？そうなんです。今大手町プレイス一帯になっているんですが、福井藩の上屋敷がありました。拝領は聖徳3年だったんですけど、そこから幕末までだいたい155年間ぐらい福井藩の上屋敷があったところです。大きさってだいたいどのぐらいなんですか？絵図によると1万2000坪ぐらいなんですけど、あまりイメージが湧かないので実際ちょっと歩いてみましょうか。ぜひお願いします。はい、行ってきます。一体どのくらいかかるか時間を計ってみました。10分ぐらい歩いたんじゃないかな。10分はどうだろう。じゃあもうすぐ10分です。結構歩きましたね。福井藩主ってこんなに大きな土地を持っていたのかなってすごく驚きました。はい、結構広い土地ですね。はい、藩主は参勤交代ということで国元と江戸の往復をしなくてはならなかったんですけど、参勤交代でまた国元に帰るときは江戸の文化でもある浮世絵とかですね、あとは番付とかっていうふうに言うんですけど、そういった印刷物なんかもお土産とかにして江戸で買って、で国元に送ったり国元に帰るときに持ち帰ったりとかっていうふうにしていたみたいです。そうなんですね。ということは参勤交代で江戸に来て、はい、そのままお土産を福井の方に持って帰っていたということなんですね。はい、そうですね。それではここから福井市の大森さんお願いします。はい、こんにちは。福井県コンシェルジュをしている大森美代です。実はここ福井市も徳川家康とのゆかりがあるんです。今回私がおすすめスポットをご紹介します。それでは早速行ってみましょう。まずはこちら、福井駅から歩いて5分ほどのところにある福井城址です。1575年に福井城が建てられた場所なんです。こちらの福井城の改修をしたのが徳川家康の次男結城秀康です。今日の福井の発展に欠かせない人物だったと言われています。ここ福井城址には石垣や遺構が多く残っており、歴史を感じるスポットとなっています。結城秀康とはどんな人物だったのでしょうか。福井市立郷土歴史博物館を訪ねました。ここからは福井市立郷土歴史博物館の学芸員中西さんにお話を伺います。中西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずすごいずっと気になってたんですけれども、徳川家康と結城秀康ってなんで名字が異なるんですか？はい、徳川家康と結城秀康の名字が異なる理由としましては、結城秀康がですね、他の家に養子に迎えられたということがあります。徳川家康とですね、後に天下人となる羽柴秀吉がですね、戦った小牧長久手の戦いという戦いがあったんですけれども、2人の徳川家康と羽柴秀吉が講和を結ぶ際に、秀康は羽柴家に養子として迎えられるんです。その後はしばらく羽柴という名字を名乗っていたんですけれども、その後ですね、秀吉が小田原攻めと言いまして、関東の大名である北条氏を滅ぼしたタイミングでですね、今度は関東の大名である結城晴友という人にですね、養子に迎えられるんですね。そういった形でですね、最終的に結城晴友の養子として結城秀康という名前で名乗られたということになります。それで結城になったんですね。
ちなみになぜ福井に来られたんですか？あ、はい、その後、結城家を継がれた後ですね、秀康はしばらく関東地方の結城というところを治めていたんですけれども、その後ですね、徳川家康が天下を取る上で重要なきっかけになった、関ヶ原の戦いというこの戦いが起こります。その際にですね、秀康は東北地方にですね、上杉景勝というですね、家康に従わない非常に強大な大名がいたんですけれども、その大名がですね、家康の本拠地である関東地方にですね、攻めてこないように牽制をしたと、そういった先行が認められまして、越前一国、一説に68万石というふうに言われてますけれども、大大名としてこちら越前の国に移ってこられたと、そういった経緯になります。それで福井に来られたんですね。そういった形になります。こちらの博物館にはですね、徳川家康と結城秀康の関係を示す系図であったり、結城秀康からですね、弟にあたる徳川秀忠に宛てたですね、書状なども保管をしております。ここからは福井の食をご紹介します。福井といえば越前ガニやそばが有名ですが、今回ご紹介するのは地元の人に愛され続けている伝統の味、浜名味噌。こちらはなんと家康が好んで食べたと言われている浜納豆が由来とされているんです。それではいただきます。こちらの浜名味噌をご飯にたっぷりかけていただきます。口いっぱいに甘みとコクが広がってすっごい美味しいです。私の家では小さい頃からこちらの浜名味噌をよく食べていたんですけれども、懐かしい気分になります。同じ時代から伝わっているこちらの塩ウニも知る人ぞ知る福井の一品です。一口食べると濃厚な味わいと磯の香りが広がります。お酒が飲みたくなってきました。こちらは福井城市からすぐ近くのところにある栄の社です。越前の東照宮でもあり、家康、秀康らが祀られている由緒ある神社です。福井市と家康、そのつながりは福井に文化と繁栄をもたらしてくれました。2024年春の北陸新幹線福井開業により、福井へのアクセスがとても便利になります。まだまだ魅力いっぱいの福井市にぜひ遊びに来てください。千代田区と福井市にはたくさんのつながりがありました。皆さんもぜひ訪れてみてください。